優生保護法って知ってる？優生保護法。精神障害者は子供を降ろされるか、一生子供を産めない体にさせられるの。お腹の子供、殺されちゃうかもね。あなたは24年先の未来からタイムスリップしてきた。あの神社がこの時代につながってるのかも。保護室でしっかりと反省しなさい。何やって抜かして。